XJAPAN のボーカル、としが、4月3日放送のテレビ朝日系音楽番組、3時間スペシャル、5、7時チルダ9:48に出演。人気アニメ、鬼滅の刃、のオープニングテーマ、グレンゲ、を熱唱し、ネットを中心に大きな反響を呼んだ。この日は、何を歌うか直前までわからない、年三択、の企画を実施。リサの、グレンゲ、は、安室奈美恵の、ヒーロー、柏原芳恵の、春なのに、の候補曲の中から、全体の 46% に及ぶ19万票を獲得する人気ぶり。年も、周りのスタッフもみんな、鬼滅の刃、を、見てる。若いもんに示し付けるためにも、とジョーク混じりに意気込んでいた。歌唱直後、本家、リサは自身のツイッターで、シャープグレンカ歌ってくださった、感激、大興奮、トシさん、投票してくださった皆様ありがとうございます、と興奮気味にツイート。ファンの間でも、どんな曲でもトシくんの世界に染め込んでしまう、トシがベニレンゲって普通にやばいよな、など、賞賛と驚きの声が多く見られた。